こんにちは、市村樹です僕のなりわいは、えー、生技じゃなくてなりわいは最近はピアノの本まで出したのでもう音楽教則本を出すことが僕の職業なわけですけどもあとはギター教室というよりももう音楽教室をやってそれはもう何十年もずっとやってますけどもなので、まあ、座ってることが多いんですね。 だから割とと慢性的な腰痛持ちというかずっとここ10年近く腰痛は持っていたんですけどもちょっとずつ改善する自己流の技っていうのも見つけ始めてるんでいずれそういう動画も作ってみたいなとは思うんですけどもまずいろんんな銭湯に行くのが好きだったんですよでもなんとなくこう潰れてっちゃうねいい温泉があったのにっていうところも潰れてっちゃう昨今ですから。 割と最近は、決まった温泉、スパみたいな、いわゆるなんかね、こう、なんとかの里みたいな、そういうところね、に割と通うんですけども、大抵そういうとこ行くと、電気マッサージ機のあんまきみたいなやつって置いてあるんですよね。で、200円入れると、10分ぐらい、なんか肩もみしてくれるみたいな。あれってすごく進化してて、今は背中とか肩だけじゃなくて、 太ももとか、えー手、手とかね、手、手のこういうとことかも、揉んでくれる、優れているのが増えて、増えているっていうのか、一騎手なのかよくわかんないんだけども。で、まず今のこのマンションに引っ越してきて、とあるスパみたいなとこに行きました。で、そこにね、あんま王、無重力っていう電気マッサージ機が置いてあって、200円って書いてあるわけですよ。 で、ドバーッと、そうだな、6、6台と、あと離れたところに3台ぐらいあるのかな並んでて、よくよくこのポスター的なものを見るとね、無重力リクライニングって書いてあるけど、その下に、小さーく実際に無重力になるわけではありませんって書いてあるから。でも、まるで宇宙旅行。宇宙旅行気分が味わえるんかしゃんと。本当でしょうかと。 まあまあ、見るだけかなと思って、ちょっと、こう、歩ってったらね、その、あんま王って書いてある、マッサージ機に、え、79歳ぐらいのおばあちゃんが座ってて、こう、このまま動かないんですよ。動いてないわけ。全然。止まってんのよ。で、初めて行った、そのスパだから、 気になっちゃって、<laughs> ね。大丈夫かと。ひょっとしてあっち行ってもらったんじゃないかと。ちょっと気になったわけ。で気になるなぁと思いながらも、また別の椅子でも違う男性がこう、止まってるんですよ。だからな、なんかそういう新しいシステムなのかなと。僕の知らないことがなんかあんのかなと思いながら、うーん、気になるなぁと思いながら、温泉に入りました。 で、20分か30分音声に入って出てきたら、おばあちゃんいなかったんで、あ、よかったと。生きとったと。<laughs> よかったよかったと。一安心したんやけども、気になっちゃって。ほいで僕、あの、珍しいものとか面白いこと大好きなんで、無重力ってそんなわけあるかって思ってるわけじゃないですか。人間誰しも。でも、無重力って何やろう何やろういいわ。よし、やってみよう。と思って200円入れて、で、なんか座って。 手、手差し込むとこがあって、ガーって始まって、これの動画無重力なんやと思いながら、なんか見たらボタンがあって、無重力ってボタンがあったから、あ、これ押すんだなと思って押したわけですよ。そしたら、通常それまで僕が知っていたマッサージ機はこれぐらいだなって思ってるやつが、グイーンともっと上まで行って、もうほぼ真上を見るくらいの角度まで行って で、で、通常のマッサージが始まったわけですよ。腰と背中と。で、まあ、気持ちいいなぁと思うのは、ふくらはぎぎゅーって握って、ポンって外すわけ。それすんげえ気持ちいいんですよ。これいいなぁと。なるほどなるほどと。手も、手もこう、ぎゅーって握って、ポンって外すわけ。おおこれ気持ちいい気持ちいいと。 でも、こう、椅子がすごく上まで行ったからといって、一体どこが無重力なんやと。まあまあまあ、そういうのは売り、売り文句というかね、えー、宣伝文句だから別にとにかくも言いませんけども。で、その頃はね、まだアンマワ1ってやつだったのよ。ワンっていうのは、その頃はアンマオっていうやつだけだったんだけど、2っていうのが今出てるから、今から考えればあれはアンマワ1ってやつだったわけ。 で、そのあんまをワンってやつだった時代の話ね。で、まあ、こう、すごくこうね、いい感じでなんかいろんなとこほぐしてくれて、通常の背中とか腰もこうやってやったり、うん、これはこれは気持ちいいぞと、気持ちいいぞと。でも、無重力ではないよね <laughs> って思いながら、まあ、10分間過ごそうと。ね、気持ちごた気持ちいいんやで200円には後悔はありません。 そしてともすれば僕はまた来週もやるかもしれません。だけども、無重力ではないよねって思ってた頃に、背中のね、ど真ん中をね、こうやって揉み始めたタイ,タイヤというか丸い突起物。通常の背中のこうね、左右をこうやって揉んでくやつの合間を縫って真ん中をこうやって揉んでくやつが現れたわけ。で、少し足すと引っ込むわけ。 ここも,も、揉んでき、まあ、なんか効果あるんかもなぁと。うん、で、またしばらくすると、またま、真ん中をこうやって、こう、こうやって揉んで、また引っ込むわけ。その間、他のところはちゃんとやってますよ。ウィン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 。いろんなところ、いろんなところ、場所変えて、揉んでくれるんで。で、へーと思いながら、まあ、なんかこう、背中のど真ん中を、ちょ、ちょっと揉んでってはいなくなるわけですよ。で、それがちょっとずつ、こう、ちょっとずつ下に降りてくるんですよ。 で、いよいよ腰のところまで来たと。腰のところのど真ん中をこうやって揉んでくれると。これはこれで、まあ、ありだろうなぁと思ってたっけ。で、しばらくしたら、また、また下の方をこうやって揉んでくるわけ。あれこれ大丈夫かどこまで行くんやと思いながら、ね。待ってた。待ってた。<laughs> 待ってたっていうか、あんまをワンの時代ですからね。今あ、あんまりあんまをワン見ないからね。んこう、こう、降りてくわけです。降りてくわけですよ。 もうすぐ終わっちゃうわなぁと思いながらね。でもひょっとしてひょっとしてまさか、まあ、それがそれであったらあったでネタとして面白いけどとか思いながら、えー、こうしててね。でも、でもかといって、それでね、別に上向いてるだけだから無重力って言われても、知らんがなって、<laughs> 知らんがなって言っちゃうと申し訳ないけど、僕はもう大好きだからね。 知らんがなってことはないんだけども、無重力ではないよね、と思いながらこう、下たしたら。9分目ぐらいに、ついに、ついに。お尻の2つある、お尻の真ん中辺をここをこう揉み始めてね、この真ん中のタイヤがね。まさかなーまさかなーと。そこまではいかんやろうと思っとったときに、ついに。 そのタイヤが、真下から上に向かって、お尻の真ん中を、ツンって行ったときに、ウォー,おー,おーつって、体が、体が、こうなってる、こう、倒れている椅子に対して、こうやって上向いて乗っている体が、フーフーつって、無重力になったっていう話なんですけど。あれは、間違いなく、僕に言わせると、無重力です。はい。 浮きました。体が浮きました。で、まあ、10分間のマッサージが終わって、で、こう、こう上向いてたやつがぐいーして戻ってきて戻ってきて、通常の角度のところまでガチンって戻ってくるわけですよ。そうするとね、すごいの。すごいのよ。その瞬間がすごいんよこ。こうやって寝てました。終わりました。一瞬だけお尻がさっき飛び上がりました。 おぉ、びっくりした。あーまさか本当にあそこまで行くまでとは、とは思いながらもグイーンして戻ってきました、戻ってきました、戻ってきました、戻ってきました。ああ。全身の力が抜けるんですよ。もう、動けない。初めてあれをやった日は、2、3分動けない。あ、さっきのおばあちゃん、これだったんだと。 <laughs> これでまあこう,こうやってね。まあ男性の方は寝てたと思うんだよねあのまんま。まあおばあちゃんも寝てたんかもしれないね。ね。そのまあ、まあ、ここで目つぶって寝てあっちのあの世に行ったらさぞかしい気持ちいいだろうなとは思いながら今寝てしまったら1時間起きへんぞと思ったんで頑張って目を開けてこう。 やって少しずつ少しずつ「おお俺は生きとるぞ生きとるぞ」と思いながら「あーすんげえなと」と確かに宇宙に行って戻ってきたくらいの重力を感じながら「うわー」っでも地球に戻ってきた時の重力の重たいこと重たいこと <laughs> ほんでまあまあ、まあ、まあ頑張って2分ぐらいかけてやっと「おおすっげえ」ってそっから病みつきですよ。 温泉行くたんびにそれ座って、宇宙に行って帰ってくる。重力戻すのに2分かかるみたいなね。で、残念ながらね、残念ながらね、その、今はアンマ王2っていう、こっちのね、こっちのマシーンになっちゃったから、なんでかわからんけど、その、真ん中にタイヤ来るやつなくなっちゃったんですよ。残念ながら。<laughs> <laughs> まあ、その代わり、かなり進化してて、こう、肩をね、肩をギューっと押しつぶして、俺、俺死ぬんちゃうんか、死ぬんちゃうんか、死ぬんかって思いながら、さーって外したり、まあね、あの、どうやってのね、あれの評価はね、お尻の評価はどうだったんでしょうか。うん で、まあ、そのうちね、いずれね、何年かしたら、アンマオ3っていうのが出るとは思うんだけど、今はアンマオ2で、もちろん満足してますし、文句があるわけではないんですけど、アンマオ2の特徴はっていうとね、今度ね、足の裏をね、くすぐりにくんだよ、こ <laughs> これ何これ何って思いながらね、すんげえ足の裏くすぐりにくるの。 <laughs> 前、それ、あんま、ワンではなかったの。で、ちょっとだけね、危ねえっていうことがたまにあって、その、足もね、その、靴履くレベルのこの足ね、足もね、ギューって潰しに来るんだけど、それがね、時々ね、足つりそうになるのよ。で、危ないのよ。これ、挟まった状態で足つったら、絶対引っこ抜けないっていうくらい、ギューって掴まれるから、 今日足ついそうって思った時は急いで足抜かないといけないんだけどその捕まった状態で絶対にもう足は抜けませんっていう状態の時にねくすぐりに来るんよ <laughs> あれこそぐったいよあんまをメーカーの方々、えー、聞くのかもしれないですけどあれは結構楽しいですからあの真ん中のタイヤはもう二度とやんないのかもしれないですけどもあんまを本当に宇宙に行けますっていうお話でした チャンネル登録よろしく